にちは、修華堂の田中です。本日はあのですね、久住絵里香さんに来ていただいてます。あ、違った違う、はい、木原千代さんに来ていただいてます。こんにちは、今度ですね、木原千代さんは1979年山口県生まれ、基本独学で、絵画を学び、非常に個性の強い、自分の手のひらなんかも使ったすごく何ていうかしら、直感力を生かした、絵画を発表していきました。一応海外のアートフェアを中心に、いくつか参加してもらうことが、決まりました。まずは、そうですね、フィリピンアートフェア、それから、アートセントラル、まあ、この辺りに、出品してもらう予定になってます。はい、今ロイドワークスさん、イラさんが、社長やってるロイドワークスさんを、中心に今活動されてます。はい、ということですけども、はい、どうでしょうか。今日フィリピンの話決まったところで、感想などお願いいたします。感想は、はい、初めての未開の地でもありますし、はい、未開の地どちらかというと何が起こっても楽しみにしています。よろしくお願いします。最近この3年ぐらいメルカリで5分間ドローイングやってますけど、はい、改めてどうですか、手応えは。手応えは今毎日ね、たくさん木原さんはメルカリに、5分間ドローイングを出品しています。やっぱありますねただその3年目になるんですけど、はい、やっぱ継続は力なりで、うん、見てくださってる人も増えてますし、はい、やっぱこう画家としての筋肉もつきますし、うん、本当の筋肉じゃないんですよ。いや、良かったなって思います。これ井浦さんが提案してくださったんですけど、はい、なんか、まあ、コンセプトでやってるので、はい、そのまあ、アートの制作の一環で続けてい きたいなと思ってます。直近ではあれだよね、川村で共催が、はい、アイラブ共催展に、はい、出してもらうんですけど、はい、教材はなんか前から好きだったり。教材は前から好きですね。好きな画家で、で、うん、展覧会があったら見に行きますし、はい、すごい面白いなと思って好きです。うんうん、独特な画風だったり、うん、モチーフの表情だったり、うんうん、だから教材展に修華堂さんから参加できるの。すごい嬉しいです。ありがとうございます。共催っていうのはちょっとその美術史上でもなんか一人こうなんていうかな、突出してるというか、みんなある流れの中にいる作家が多いけども、やっぱ共催の時代っていうのは一番そのなんか江戸から明治っていう時代が変わる時で、はい、絵描きがみんな苦しかった時代に。自分で道を切り開いた人で、うん、でまあなんていうかある種そのいろんなことを勉強してるけど、まあとらわれないね、多分ものすごいエネルギーの強い人だったと思うんだけども、うん、やっぱりそのやっぱ今の日本の画家たちも時代の変わり目で自分の道自分で切り開けなきゃいけないっていう時に、はい、うん、まあある意味似た状況に置かれてて、うん、既存のその流れがね、嫌いで、だからまあいろいろと今作家いろいろ生き方も含めてね、うん、勉強になるとかあるんじゃないかなっていう気はしますけどね、うん、どうですかね、うん、なんかだから本当に絵が好き、巨大絵が好きで、もちろんね仕事としてもでしょうけど、なんかもう画家なんだな、ザ画家なんだなっていうのが、うん、っていうのを感じるぐらい、うん、その絵からその教材の気迫が伝わってくるから、うん、力強いなって思いますね。今見ても全然新鮮だし、
かいいなって思います、うん、だからそういう意味で言ったらね、今描いてる人も100年経っても新鮮だなって思えるようなものをやっぱ描けるといいなと、うん、そうですね、うん、ね、なんかあこの時代はこうだったんだなみたいな、でも関係ねえやみたいな、そうそう、それ振り返るとよくあの可能派の一部のものとかね、なんかやっぱりその歴史の中では良かったかもしれないけど、うん、今だと思ってなんでこんなの書いてたのかなみたいなやつもあるからね、うん、逆に昔とか、うん、現代の絵みたいなのとかもありますしね、びっくりするのもあるし、そう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 、時代を超越してるものなのかなとも思わされたりとかしますけど、うん、本当ですよね、負けないように書かないと、そうだね、そういうことで、じゃあここまで真面目な話なんで、ちょっとあの手使えたんですよ、ちょっと一旦止めていい